半米王先生です。ですね、バッテリーについてですね、あとフリーエネルギーについてですね。で、酸素水と酸素と水素、電気分解でもってですね、それを爆発させてモーターを回して、また発電機に回して、でバッテリーに突っ込んで、その繰り返しをさせるということですね。で、それだと少し浮くんですよね。で、実際ね、それだけだと、エネルギーがちょっと足んないかなということで、アルミ電極と銅か、炭素、導電物ですね。で、電池を作るのと同じようにですね、少し酸性っぽいのですか、水でですね、電池ができますけども、電池っていうのは、そのアルミの方が風化していくんですね。で、銅とか、炭素電極ですね、炭素ですね、燃えかすですね、の方は分解しないんですよ。で、アルミの方が分解してどんどん減っていくわけですね、電気を起こす段階でね。で、2つの電極で容量を多くするには、ワイヤーですね、炭素ワイヤーに絶縁物で水を吸収するね、コーティングしてね、ワイヤー、それでアルミのワイヤー、ね、それで、水の中に無数に生え渡すんですね。電気がぶつか、ショートしないようにね、コーティングしてますから、アルミの方はコーティングしないですね。だから、炭素の電極の方のワイヤーはね、水分を吸うね、絶縁物でコーティングするんですね。それでもう、そのタンクの中に網のようにね、電極をね、水とうまく間に挟むようにね、挟むということじゃないですけども、ワイヤーでね、作ると、高バッテリーができるんですよ、容量のね。で、それでもって、電気入れてね、終電させて、それで酸素、この中から酸素と水素と酸素水の蒸気が出るわけですね。これでエンジンを爆発させて、で、エンジン回せたものは発電機に回してですね、またバッテリーに戻すと。で、その繰り返して、弱フリーエネルギーですね、バッテリーの力も少し借りてるわけですけども、アルミの風化でですね、と水のね、エネルギーを使ってるわけですけど、これはフリーエネルギーになるわけですね。その繰り返しで、アルミの交換だけですね、電気分解炉の交換だけでいいわけですね。だから、その繰り返しで、自動車も、電気代がかからないっていうわけじゃないですけどね、電気分解炉の部分のをモジュールにして、それ交換しないといけないんで、バッテリー、ちょっと高めのバッテリーですけど、交換するような形になりますよね。鉛電池みたいなもんでね。
の交換ちょっと高め。だから今でのリチウム電池を交換するような感じですけれども、かなり長く使える。アルミが全部なくなるまで、ほとんど分解されるまでですからね。ということで高エネルギー、ちっちゃな電池で、ね、容量を持つということですね。ワイヤーか、ナノワイヤーで実験して成功した人も偶然出した人はいると思いますけどね。それはYouTube にも載ってますね。それを見てからちょっと僕は言ったんだけど、それは知ってるね。私はもう前からね。表面積を多くすればいいわけですよ。水にね、電極を作るのにね、電気分解をね。だからそのためにはそのワイヤーでね、絶縁物をね、ワイヤーに、 YouTube で見たのは金のあれですね、ワイヤーですね、ナノワイヤーですかね。私のは炭素ワイヤーですね、に外側に絶縁物をコーティングして、で絶縁物コーティングでは水を吸うやつね、でコーティングしてね、これを電極にすると、無数に線でね張り巡らせて、でそれと同時にアルミ電極ね、これはコーティングしないでいいわけですね。だからそれでね、電極を作ってうまく張り巡らせると、これは場合によってはね、電気結線じゃなくてね、サンデープリンターみたいなので作りますから、立体的にうまく貼り合わせてやると、まあだけど平たくしても同じようなもんですよね。だからナノ単位でね、平べったくコンデンサーのようにね、